はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、なんと、まあ、今回速報ということで、LINE Pay 専用のアプリが配信されるということが発表されたので、まあ、そちらの新機能を簡単にまとめましたので、今からお伝えしていこうかなと思います。結構簡単にまとめましたので、サクサクっとお伝えしていこうと思います。まずこちら一つ目なんですけども、この画面に書いてある通り、まあ、決済機能に特化した初のユーザー向けアプリということで、で、今回はまず Android から4月17日から配信が開始ということで、で、iOS 自体のアプリ自体は、まあ、近日中には配信を開始するということになっております。まだ、明確な日にちは決まってないので、まあまあ、近いうちには出てくるでしょうということですね。で、今回僕が一番いいなと思った機能が、まあ、これですね。次の、近隣の加盟店のみを表示する地図がアプリ内で表示が可能ということで、こちら PayPay を使われている方であればすごい助かる機能である。なんとそのアプリから使えるお店をマップから確認することができるという、そう、今まで、まあ、いつか出てくるであろうなと思ってた部分がやっとこう出てきたということだったんで、これが個人的にはすごい嬉しいなと思います。そして、まあ、書いている通りエリアを検索で位置情報から確認が可能ということで、まあ、使えるエリアということですね。で、次にその還元キャンペーンの店舗も絞れるということで、まあその何々キャンペーン、何々還元とかいろいろあるとは思うんですけども、そこが行ってるキャンペーンをマップからでもまあ絞ること、一応キーワードを入れて検索をかけることができるということだったので、まあただ調べるだけじゃなくてそこのキャンペーンが適用できるかどうかも見れるというところがかなりお得なところかなとは思います。で、次、クーポンを一括で確認できるということで、まあ、今まで、まあ、そのお客さんの声として、どのお店で使えるのかわからないということとか、あと、クーポンがどこに置いてるのかわからないっていうのは、実際結構声が上がってたらしいんですよ。で、まさに僕も結構それがあって、これ本当にクーポンが使われてるのかなとか、まあ、もう結構使いこなしてくると、もうどこにあったりとかわかるんですけど、結構これ初めて使うってなったら結構迷ったりするんですよ。ですが、今回それがこのアプリ内で解消されて、もう全部のクーポンをそのアプリの中で見ることができるというところがすごいいいところですね。で、最後3つ目、10万円未満はパスワードが不要ということなんですが、まあ、今回今左の画面にある通り、毎回そのアプリを開いたら、僕の場合はフェイス ID がついてるので、もう開いた瞬間顔の認証をしてすぐに LINE Pay のアプリが開くんですけども、なんと他のデバイス、 iOS のデバイスの場合、まあ、Android もそうかもしれないんですけど、番号を打ち込んでやっと LINE Pay が開くということだったので、その手間が結構まあ、めんどくさいという声もかなり多かったらしいんですね。で、今回はまあ、10万円未満のお買い物は本当パスワードがいらないので、例えばコンビニでコマコマしたもの、まあ、ジュースであったりとかお菓子であったりとか、まあ、お弁当であったり、そういったものはもうパスワードがいらないので、かなりスムーズで使えるのかなとは思います。はい、ということで今回は LINE Pay のアプリでマップが出てくるということと、クーポンを一つで見れる、一括で見れるということと、あとは10万円未満のパスワードが不要ということでお伝えさせていただきました。ということなので、まあ、かなり、LINE Pay も力を入れてきてるなと思いましたので、この動画でまとめさせていただきました。はい、そしたら、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、あとはツイッターもしてるので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。